前は本当にあの予備知識がそんなになくて、あまり調べようがなかったんで、そうですね、なんかやっぱ沖縄の離島だし、あの南国の楽園とかリゾートみたいなものを勝手にイメージしてたんですけど、実際に行った日は、初めて行った日は天気もすごく悪くてですね、あの360度本当に白浜がない、ビーチがないんですよ。それにまず驚いて、海辺に行くともう鉛色の空と、うん、もうザッパーンザッパーン波が黒い珊瑚礁にぶつかってきてて、人っ子一人もいない中で、なんかこう南国の楽園って思ってたものが、全然ここは北のロシアか北海道かみたいな、そういうなんかこう厳しい大地、あの絶海の孤島っていう響きが本当に伝わってきて、寂しいとこだなと思ったんですよね。最初の印象は非常にこう石爆感に駆られたというか、ここで歌う島唄って、なんかやっぱり三線の音色とかって、どこかカチャーシのこういう陽気な南国のそういうものをイメージしてたんですけど、そうじゃないんじゃないかなと思って、あのブルースだなと思ったんですよ。嘆きのなんかこうそういう感じに思って、でやっぱり後で調べてみると、島唄って結構そういうあの嘆き節を歌ってる歌っていうのもいっぱいあって、まあ三線っていうのはそういう悲しい歌を歌う楽器でもあるんだなっていうことを後から知って、あの腑に落ちたというか、そういう初めての、島を訪れた時はそういう経験でした。やっぱりあの沖縄を外から見た人が、沖縄ってこういうイメージでしょ、いつも空は青くて綺麗なところばっかりで、みんなナンクルナイサーっていうあの穏やかな人ばかりでしょっていうふうに、まあ思ってというか押し付けて映画を作るやり方があまり良くないと思ってたんで、なんかこう内から見た沖縄映画というか、ちゃんと沖縄のリアルを切り取った映画をなんかこう見てみたいなと思ったんですね。そういう意味で曇り空ばっかりの沖縄映画があってもいいんじゃないかなっていうふうに思って、あの企画を進めていったという感じですね。あのまあ主人公が最後島を出ていくというのがラストに来るっていうのは、まあシナリオを書き始める前からやっぱり想起して、最後のセリフがもう行ってきますでいいと思ったんですね。で行ってこいよって親父が言って、娘が行ってきますって言って出ていくと、そこが終わりだっていうことを決めたので、まあそこに向けてどういう顔で行ってきますっていうことを言うのかなっていう、そういうことを考える作業でしたね、シナリオっていうのは。だからこう軸はずっとブレてないんですけど、できるだけこうリアリズムをシナリオに乗せる作業、細かいディテールとか、やっぱ取材で拾ったものをどう反映させていくかという、そういう作り方でした。それは実際にあるんですよ。あのそういう取材で出てきたことなので、それがやっぱり島で生きる宿命、島の人たちが宿命という言葉を使うんですよ。それが、まあ、離島で生きている家族のある意味宿命で、子供が生まれた時から15になったらこの子と別れるんだっていう、この子を見送るんだっていうことを分かってながら子育てしていくという、そういう島のやっぱり一つの宿命ですから。別れが早い分、その限られた時間の中でやっぱり家族っていうのは絆が強まるっていうのが、まあ、あると思いますね、離島には、いや、まあ、不思議な島ですよ、やっぱ、あの個性が強いと思いました。それやっぱり沖縄の離島の中でも、
南大東島は八丈、東京の八丈から来た人たちが開拓した島なんで、そうなんですだからこう江戸の文化と沖縄の文化が混ざってるんですね。で沖縄広しといえども神社が島にあるっていうのはなかなかないんですよ。そういう神社の鳥居があったりとか、お祭りも神輿を担ぐ文化があって、うん、あ沖縄で神輿担ぐことないですよ。エーサーになるんですね、大体沖縄だと。エーサーと神輿が一緒にやってたりとか、そういう不思議ななんかこうところがいっぱいあって、だ沖縄のスタッフもいっぱい来てくれたんですけど、うん、那覇から来たスタッフは沖縄なんなっぽくないなっていうふうに結構珍しがることがいっぱいありました。もう本当に当て書きです、うん、あのシナリオを書く前に、うん、もう大竹さんと小林香織さんをイメージして、はい、父と母は、まあ、プロデューサーも含めて、あの二人に振られたらもうこの企画諦めようみたいなそれぐらいの気持ちで、絶対シナリオがいいものになれば出てくれる、うん、と信じて、うん、まあ、そういう仕事の選び方をする方なので、はい、まあ、あの そこで書いてますから、あ、まあ、あのこれが通らなかったらやばかったですできるだけこうセリフじゃない表現で父親像を作りたかったので、存在感といいますか、こう目して語る俳優っていうのはなかなかこう限られてるじゃないですか。そうですよね、うん、そういう意味でやっぱりもう香織さんしかいないなと思って、うん、もうラブコールどうだったんですか、お会いして。いや、初めてお会いした時は、まあ、あのシナリオの感想を聞きに行かせてもらったんですけど、第一声が監督若いねって言われたんですよ。監督若い、それはやっぱりあの親の気持ちを書き込むのがまだ浅いっていうことだと思うんですけど、それでまずいなと思ってでもまああのもっとこうした方がいいんじゃないかとかいう話し合いをさせてもらってる中でも、でも腰は上がってる状態というか、あ、やる気だと思ってこれはもう食らいついてっていう、まあ、結構だから話し合いさせてもらって、まあ、細かいところもいっぱいあって、やっぱ衣装とかそういうことに関しても、あのもっと汚いの履きたいとか、帽子をかぶりたい、サトウキビ農家だから、でもあのこっちが用意した帽子、いやこんなんじゃないだろうって、もっと日焼けしてものすごく日焼けしてるだろうっていうふうに、やっぱディテールとかもすごくこだわるんで、すごいですね。そしたらもう我々はどうするかっていうと、島の実際のキビ農家の帽子を借りるしかないですよ。実際のサトウキビ農家のつなぎを借りてくるんですよ。そしてもうこのクタクタを着てくださいと。そしたら喜んで、あ、これだ。いや、彼女はやっぱりすごい将来大物になる女優さんだと思います。すごいあの度胸があって、この二人に挟まれても全然物おじしないですし、本番に強いんで集中力があるんですね。歌と三振はもうマスターしてくれなきゃ困るって言って、そのまま使ってるんで、あの後で三振の音を吹き替えとかしないよって、下手でもいいんだって、一生懸命歌えばいいだけだからって言って、もう追い込んで、歌は絶対に歌えなきゃダメだっていう結構ガーッとプレッシャーだったと思いますけど、まあ、歌と向き合うことが彼女にとっては全てなのね、この映画で。まあ、それはやっぱりあの毎日三振手にして、あの毎日島唄の歌詞を考えながら、あの撮影まで、そして撮影が始まってからも、それをずっとやってくださるっていう、そういう作業ですね。
実際彼女 の, あのシンクロです。あの音も同時に撮ってます。三振も三振も、はい、いや細かく言いますよ。僕は細かく言いますけど、あの喜んでましたよ。喜ぶタイプか、そんなこと言われたらいろいろテンパるっていうタイプと分かれるんですけど、役者さんって細かいことをあのだんだん喜んであの、うん、やっていく俳優のタイプですね。だからあの求められれば、うん、求められるほど答えたくなるタイプだと思うんですよね、うん、それはあのやっぱり女優気質というか、うん、そういうタイプですね、うんうん、まああんまりあの根本的に間違った芝居しないですけどね、うん、考え一個だから、うん、お前それ全然違うよっていうことはないです、うん、大体あのもうさらなる要求です、うん、いい感じだけどもうちょっとこうしようかしようかっていう、だからもう危機としてやってましたけどね、うん、島の皆さんは結構シャイで、うん、あのもっと観光を誘致すれば、うん、星の洞っていう鍾乳洞とか、うん、映画でも映ってますけど東洋一だって言われてるぐらいすごい資源なんですよ、うん、だけど割とシャイで、うん、あのまああの自然野ざらしというか、うん、そういうタイプの人たちですから、うん、まあだからあの映画はでも撮影にはものすごく協力してくれました。この人たちがいなかったら映画作れてないし、あの臨機応変に天候不順ですから急に雨が降ってきたらやっぱ外で撮れなくなるんで家の中入る。でもその家予定してた日じゃなくても全然撮影やらせてくれますし、逆にまあ晴れてきたからやっぱり外に出て、 でもエキストラが30人いるシーンで今日予定してなかったからどうしようってなった時に村営放送で呼びかけてくれて、あ、いいですねそれ自分を持ってそれも面白いんですけど、今日夕方18時からシーン110みんな台本とか持ってるんですよ。みんな持ってるんだ。まあ全員じゃないですけど要所要所で配ってるんで、あ、 OK みたいな、ユーナの別れの下りをやります面白かったです。あの沖縄で完成披露であの試写やった時にライブが、ライブ付き試写ってやったんですけど、それで生で歌ってくれたんですね、ハルミゴンダラを。もうびっくりするぐらい感動しました俺もそうですし、小林香織さんとかも隣で三好青川見てたらボロボロ泣き出してそれぐらいが、あ、歌の力ってすごいなって思いましたね。で、あの歌がやっぱり本当にいい歌って僕も思いますね、うん、でもビギンさんはやっぱりアバヨイという歌を立てるためには自分たちがどういう歌にすればいいかっていうことをちゃんと考えてくださって、前に出るんじゃなくて、だから三振の音はあえて使ってないとか、そういうことを考えてくださって、本当映画のためだけに書いてくださってるんで、本当にこの映画を応援したいっていう気持ちであの曲を用意してくださってありがたいです。本当